ドンミシはるか、ことね、みほ、まほ、私たちはチェコでーす。イエーイ。中3登校ということで、はい、今日はチェコの中身を知ってもらおうと思うんですけども中身も知ってほしいけど、バッグの中身も知ってほしいから、今日はみんなのバッグの中身を紹介したいと思います。はーい、イエーイ。じゃあ誰か行く？もちろんリーダー。私のバッグはババッグ、はい、赤でーす。出たよ。マークジェイコブスっていうブランド、超好きで、これの赤と青持ってるんですけど、今は赤を使っております、はい、まず横サイドからいくか、はい、やっぱチェゴの撮影の必需品って言ったら日焼け止めですね。はい、こちら。乾燥肌っていうのがあるので、ニベアも使っております。だんだん今日もジョン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 、あの電車に乗るのに結構時間かかるので、モバイルバッテリー、はい、重くない？そう、はるかめっちゃリュック重いの。この折りたたみ傘、これ傘用なんだけど、あの雨降った時も使ってます。こちらアクセサリー入れです。これはこの前ハロウィンのイベントの時にチェゴの4人にプレゼントしてくれた、はい、ありがとう。ありがとう。はい、次、かわいい。これはチェゴの撮影の時に使っております。三脚です。これも大事な先輩からいただいたものです、はい、今も使ってます、はい、こちらありがとうございます。鏡、この大きな鏡と、これは化粧入れです。結構パンパンなんですけど、スケジュール帳はモンスターズインクです。そして私がいつも持ってるチェゴノート、この中にはね、チェゴのいろんな挑戦とかの、チェゴの未来が詰まって秘密がいっぱい書いております。いろんな計画するときはこのノートでいろいろと書いたりしてます。リップ入れ、あと財布、これもマークジェイコブスです。最近ハマってます、福豆。お豆、福豆はね、高校生の時から。ちょっと待って、見せて。これはミホ、ミホだ。ミホよりのハルカも。いや、ミホよりのハルカじゃなくて、コトネだよ。あー、髪型振ったわけだからですね。はい、ミホちゃんですね。コトちゃん、どっちや。モバイルバッテリーの充電器、ゾンビクレオンちゃんが入っております。あと、ペンがなんかめっちゃ入ってます。最近よく飲んでます。ジャマスです。汚いですね、はい、こんなに入ってます。まだいきます。テープのりが入ってる。なんで待って、面白い。これで全部？いや、全部じゃない。大丈夫？これで私の持ち物は全部です。結構重いです、いつも、うん、はい。はい、次はコトネの What's in my bag です。じゃーん、じゃーん。ラコステのリュックです。まあ、まずメイクポーチです。コトネこれさ、結構長い口使ってる。これはフランフランです。これもメイクポーチです。これあれ、はるかと同じ目薬。あ、ほんとだ、マホ持ってる。だーこれもなんかみんな、なんか見たことある。これはパソコンのハードディスクと、あとパソコンの充電、手帳でーす。なんか賢そう。はるか毎日日記みたいな書いてんじゃん。だからうちも毎日日記みたいなの書きたいなと思って、そういうのに憧れて買ったんですけど、書いてないんですよ。ねえ、なんで書いてないんですよ。持ってるだけじゃん。で、これは財布です。あとは衣装です。今日撮影でね、使うそのままです。MacBook Air です。私、犬飼ってて名前がコロンって言うんですけど、チェゴの中でこれの名前はコロンです。これは携帯の充電器、カード、バイバイ、携帯のワイパー、マークは、アペ、アイライト、パソです。最近です。これは携帯入れです。なんかピンク多いよね。そう、意外なんだけど。あ、間違えた、キー入れ、キー入れ、鍵。 iPhone ケースやばいね。どんな iPhone？ どっち？メガネです。これ本当に動画入ってます。ことねは編集とかするときにメガネをしてます。一回かけてみてよ。似合う。さっきビジネスマンみたいな感じになるね。ビジネスウーマンね。ウーマンね。イヤホンと忍者飯。はい、以上でーす。次はみほのカバンの中身を紹介したいと思います、はい、じゃあバッグは一番興味あるんじゃない、視聴者。確かに、オレンジ。
なぜかオレンジはあまり好きな色ではないのですが惹かれてしまいました。ちょうだい。好きな色。じゃあ1個目、あれなんか見たことある、なんか見たことあるよね。見たことがあるポーチです。これはあの私の顔面を作っている化粧さんたちが入っております、はい、全部じゃないんですけどね、あの直す程度で。ん安全ピン。お財布、かわいい。グッチさんです。私と言ったらこれでしょう。アイスの次にこれでしょう。リベラです。5、4、3、2、1、レッツゴー。リベラ、リベラ、リベラ。これなんかいろいろ動画で私いつも、ね、登場したり、ね、あといつも食べてるよね、いつも食べてる、はい、鏡、ちっちゃい鏡、分かんないけど、ね、全然今日は使ってない関係ないリップ。もう実はないんですよ、メインステージには。メインステージにはびっくりした。で、私のもうすぐ溶かしちゃう、これもね。で、あ、携帯、携帯です。で、あ、なんか使わないのに今日は入ってるマスクさん。で、100均の鏡。で、かわいい。スプーン。これはですね、あのアイスとか食べた時にあの無駄に3個くださいとか言っといて、いつでもなんか食べれるように。やってるやつ。こっちのストロー、あの私、あ、開いちゃった開いちゃった開いちゃった。大事に入れてたのに。後でもらおう。はい、私レッドブルが大好きで、で必ずストローで飲むんですけど、ストローもらい忘れちゃう時ありますよね。あります、あります、あります。そんな時持ってれば大丈夫。でもこれはダメ。以上で少ないです。少ない。はい、次はマホの In my bag。 イエーイ。私は無難に黒のカバンですね。結構マホ荷物ね、パンパンなタイプなの。そう、これは便利ですよ。どんな洋服にも合います。メインからいきますね。多分ウォンバットさんが出てきそうじゃない。ウォンバットさん出てきません。はい、あれ、あれ、これはウォンバットさんじゃないです。ウォンバット、リップがいっぱい入ってます。マジで可愛い、そのポーチ。可愛いよね。こういう感じでいっぱいリップが入っております。メイク道具は全部持ってきます。だから2つ。確かに。なんか見たことあるな。なんか一人前か。あるか。まあ出しとこう。で、これももう一個、ママのお下がりです。これはね、あの聞いてください。私の思い出もなし。ママがなんか雑誌の付録でマホにあげるって言ってくれたんですよ。小学校3年生の時は100円玉入れとして使う。だって100円玉めっちゃ入るじゃん。そう、ここにお金をめっちゃ貯めてお金持ちっていう感じで遊んでた。今は。アクセサリーがめっちゃ入ってます。これはないとダメダメ、です。これはママの弟が海外に行った時に買ってきてくれてプレゼントしてもらいました。おー、かわいい。お財布です。キーケース、各国で買いました。みんなと一緒にいる時に、はい、私のかわいい子ちゃん、そう、モバイルバッテリー、香水です。ぐちゃぐちゃです、ぐちゃぐちゃです。充電器、イヤホン、電車に乗って、その駅に着くまでにこうやってちょっとこれでこれでこれでいつもやって、皆さんも共感できますよね。ピック、携帯です。ティッシュです。いつもね、ティッシュとか全然持ってないタイプなんですけど、たまたまもらって入ってます。今日買いました、シュッシュとかヘアゴムもなんか入って、髪の毛のおまけとかが取れちゃうので、これで、そう、祝えてます。たまたまミンティアが入ってました。スノアジ、あ、以上です。ちゃんはこんな感じでした。はい、はい、ということで全員のバッグの中身、はい、どうだったでしょうか。性格がすごい出てますね。みんな見たと思うんだけど、私たちお揃いのものが1個ありました。はい、それがこれは私たちが思い出のポーチなんだ。そう、韓国に行った時に無料でもらいました。はい、でも、マホたちにとってすごいなんか大切なね、そう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 、思い出の一つなんです。私たちのバッグの中身どうでしたでしょうか。あと最後に Twitter のフォロー、 Instagram のフォロー、 TikTok やってますので、はい、どしフォローして私たちの最新情報をお見逃しなく。、はい、最後の挨拶しましょうか。はい、はいはい、せーの、ドンミシー、はるか、ことね、みほ、まほ、私たちはチェゴでした。バイバイ。